地軍は武田上杉の連合軍を撃退。戦上手の呼び声が高い領有もオロチの厚い壁を破ることはできなかった。軍師ダッキはこれからも起こるであろう人間の抵抗に対処するため別動隊を編成、諸葛亮にその対処を任せる。諸葛亮の忠誠心を試し、なおかつ人間同士を戦わせて彼らに絶望感を与える。そこにはダッキの狡猾な思惑もあった。諸葛亮は一軍を率い合肥の地に赴く。その胸中にある思いをひた隠しながら、ここは合肥の地、敵はおそらく孫悟でしょう。将兵ともに盛況ゆえ気を抜けませんね。非常だね。主を守るためとはいえ望まぬ戦を仕掛けさせられるってのにさ。お話はそれだけですか。では出陣いたします。教えてやろう。
なわちおめえら全員あの世行きってこった。わしが叶う相手ではないわい。変身撃ち取った。変身の終わりだ。アミガトス砂は衆、面白い策に出ましたね。ですが、思い通りにはさせません。足を落とし、敵の進路を断つのです。差しで勝負だ。逃げるなよ。しかし、長領さんがサンドに見渡してくれるとは。古文への戻りは無限だ。素晴らしいですね。敵将撃ち取った。素晴らしいですね。チェリア、しくじったぜ。邪魔だピーターストン、容赦せぬ。お前の相手はこの俺だ。ただならぬ何者だ。我は武器さの混沌をもたらす降臨。
くなら勝てる。よし、開門だ。我らも打って出る。国を思うとでも劉備の
鬼神のごとき。お見事。やれ、楽しませてあげる。やれ、やれ、俺もやりますね。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったよ。素晴らしいですね。オロチ様は弱者に興味がありません。ソンゴの皆様、幸福か死かお選びください。てめえ、化け物に魂を売りやがったか。タク、やめるのだ。諸葛亮、降伏するゆえ将兵は助けてもらいたい。人質が欲しいのなら俺の身をくれてやる。だから頼む。なりませぬ。殿は国家の忠責。殿が人質とならば孫悟は周囲、たとえ国が支配されよう、孫悟の魂は折れぬ。そうである。虎は一時の眠りにつくだけ。皆とまた大地をかける日もきっと来よう。良きご判断だ。では皆様をオロチ様のもとへお連れしましょう。